苦等点、苦等点、苦等点とは、苦点と等点の総称である。最も競技には終止符とカンマのみを指すが、より広く疑問符や簡単符、省略符を含む場合、さらに講義には括弧、鍵括弧などの文章に使う、様々な記号を含む場合がある。苦等点は、その置き方により、公文上の重大な変化を起こし得る。例えば、イーツ、シッツアンドリーフス。 食って撃って逃げると、イーツ・シッツ・アンドリーフス、目と歯を食べるの場合、カンマを入れることによって意味が変化する。日本語では、分かち書きの習慣がないため、さらに誤解が起きやすく、アフガン航空相撲を参照、誤解を防ぐために当点を多く打つことがある。当点を分かち書きの代わりに使うせいで、が、ため、多くの言語では、文の構造を示したり、曖昧さの回避のために、 重要な要素となっている。同一とみなされる言語でも、国や地域によって、聖書法が異なることもある。例えば英語では、英国式では引用符で句をくくった場合に、その引用に属さない句等点は引用符の外に出すが、米国式では中に入れる。初期のアルファベット表記では大文字と小文字の区別も、単語間の空白もなかったが、古代ギリシアで文章を音読するときに休止を置く。 場所を示すための記号として点が使われ始めた。ラテン語では、アエリウス・ドナトスらが、苦闘点の使用を推奨した。活版印刷術の発展とともに苦闘点が標準化されるようになった。ヘブライ語聖書には、節をつけて朗読するための様々な記号が、文字のもとに付されており、そのうちのあるものはそこで切れる、または切れないことを知らせるために使うことができる。一方、 現代ヘブライ語では西洋の句読点と同じものを使用している。現在はそれ以外の言語でも西洋と同じ、または類似した句読点を採用していることが多い。西洋と異なる句読点としては縦棒を用いるもの、チベット語など空白を用いるもの、タイ語など複数の点や欧線を組み合わせたもの、エチオピア文字などがある。中国には 古くから句刀典に相当する記号が存在した。例えば戦国時代の各点諏訪へ官には句刀典に相当すると思われる記号が付されている。後には句典と当典を区別する工夫も行われた。しかし句刀典を記すことは必須ではなく、大部分の書物には句刀典が書かれていなかったため、読む側で句刀典をつける必要があった。20世紀に入ると西洋の影響で、 区切り記号を使用することが試みられ、これを、新式標点と呼んだ。1919年に、古敵、真広も修作人、朱祖、劉福、千元道の6人が、教育部に、受け反抗新式標点合議案を提出し、翌年正式に交付された。中華人民共和国では、従来の標点符号に、 少し変更を加えたものを1951年に、氷点符号用法として交付した。氷点符号用法は1995年に改定されて、国家標準銀ガバイト T15834 として交付され、その後も数回の改定を経ている。台湾では1987年に教育部が、重定氷点符号主冊を発行した、2008年に、終定。 日本では中世以前、正式な文書は漢文で書かれていたので、中国と同様であった。中世以降、金書き文や漢字名工書き文が普及したが、草書体から発展したひらがなでの筆記は、文章の区切りごとに繋がって綴られることが多く、また五島とそれ以外で金を使い分けたり、漢字と金を混ぜ書きすることによって、ある程度句当点に相当する機能を果たしていた。 近代に入って、活字の仕様が増え始めると、明治20年代から明治30年代以降、日本語での句刀典の仕様が徐々に現れ始めた。この頃、芥川龍之介は、僕等は、句刀典の原則すら確立せざる言語上の、黒時代に生まれたるものなり、と書き残している。句刀典の置き方の標準が初めて公的に、 示されたのは、明治39年の文部省大臣官房図書課の、区等法案、区等点法案である。太平洋戦争後のものとしては、区切り記号の使い方、案などがある。詳細は、公用文作成の要領を参照。日本語の文章では、縦組と横組とで区等点を変えることがある。縦組では、だけであるが、横組では、の組み合わせがある。 これは日本語の改革が起きた明治時代から続いており、現代のワープロソフトや DTP ソフトでも基本的に縦横の組み方を変えたとき、自動的な変換はなされない、ミニュートなどは自動的に適なものに置き換わるソフトもある。多くのかな漢字変換システムでは、設定によって苦闘点の使い方を選べるが、ソフトによっては、との組み合わせのみで、 それぞれを独立して設定できないものもある。こういった表記ルールは各出版社やその中でも印刷物の種類ごとに定められており、例えば漢方は縦横どちらも、であり、平凡社の世界大百科辞典は書籍版においては、CD r o m 版においては、を使用している。また、自治体によっては、町内文書や公的文書でも、としているところもある。広島県。 宮城県、呉市等ほか、雑誌でもこのルールで記事が書かれているものもある、ポルト出版のバスラマ・インターナショナル等。昭和26年、1951年に公用文作成の要領が、第12回国語審議会で議決、検議され、翌27年、1952年に、各省庁に通知された。この要領において、公文書は、横書きとし句等点は、 この要領は昭和61年1987年発行の内閣総理大臣官房総務課が監修した新公要文用事用語令集にも掲載されており現在も有効であるそれにもかかわらず50年以上経過した現在においても官報をはじめこの要領に沿わない公文書が多く発行されている文部省では横書きは が使用されていたが、平成11年、2001年3月文部省、大臣官房総務課行政事務管理室から、文部省における事務能率の向上についてが出され、横書きの当点について、文書全体で統一することで、または、のいずれでも、かとするとされた。また、現在日本で使われている、横組の教科書、社会、算数、数学、理科、英語、 音楽などのほとんどは、の組み合わせである。国語、書者及び書道は、縦組みなので、を使用。中国語では、縦書きでも横書きでも、の組み合わせを用いる、は、日本の中黒に相当する別の記号である。朝鮮語の場合、大韓民国では1988年のハングル、聖書法付録で、縦書きでは、を、横書きでは、 お用いるとしていたが、縦書きがほとんど使われないため、2015年施行の改正で、は削除された。それ以降、縦書きにおいても、が用いられる傾向にある、実際に韓国語版の漫画作品などで確認可能。北朝鮮では1954年の朝鮮語、鉄字法以来、のみを使用すると規定されている。手書き毛筆の症状、表彰状、 感謝状等では、現代でも、慣例として、苦読点を用いない。詩でも、特に短歌、俳句など苦読点を用いないことが多い。新聞のコラムでは、苦読点の代わりに、別の記号を用いることがある。例えば、天聖人語では、通常の苦読点の他に、を使っている。漫画では、主に児童向けの学習漫画で使われており、娯楽漫画では、 小学館のみが苦闘店を使用する。ぴょんぴょんを除く、少女、女性向け雑誌の漫画には苦闘店を使用しない。これは、もともと教育雑誌専門の出版社から始めたため、漫画が学年誌しか掲載されなかったことや、同社の娯楽雑誌部門を集営者に分離した過去があったことによる。メールやインターネット上などのインフォーマルな文書で、三点リーダーの代わりとして、 文中や文末で句読点を重ねて使うものがいる。連続する回数は、場合や筆者によってまちまちで一定せず、通常の句読点と混在させる場合もある。例、だと思うんですけど、だと思います。など。その意味合いは人によってまちまちだが、3点リーダーよりも打ちやすい、入力モードを半角にしなくてよいなどの手間を省く、目的や語尾に余韻を持たせたい。 まだ言葉が足りない気するが言葉が見つからない、言葉を濁す、調理を込めるなど、文面に様々な含みを持たせる目的で使うという。ただし、この用法を学術的に調査した例は知られていない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。